こんにちは。仕事に役立つ文房具の店、天の仕事特典店の店長、天です。今日は文房具ではなくて、最近購入した iPad mini をセットアップしたので、周辺アクセサリーを紹介します。 日頃の文房具の動画とギャップが大きいかなとちょっと思うので、私の考えを話させてください。日頃はね、仕事に役立つ文房具を取り扱うお店を運営していますが、私自身はね、デジタルも大好きです。むしろね、デジタルで全てを管理したいと思ってるくらいだけど、デジタルだけで管理しようとすると、頭の中が混乱してしまって、基本的にアナログで管理方法などの感覚をつかんでデジタルに移行することが多いです。 例えば、家計簿は家計簿アプリを最初に入れていろいろ連携させて自動で取り込まれるようにしたけど何がどうなってるか全体図がつかめず挫折一度家計簿帳を買ってアナログで付け直したところクレカの引き落としと仕日にズレがあるものはどうしようとか現金で購入してレシートないものはどうしようとかそういう一つずつね疑問点が明確になって自分の中で調べたりとかルールを決めることで整理されていって最終的に家計簿を アプリととかに移行できるっってていいうね、あのー、ちょっとめんどくさい脳の作りをしています。なのであの家計簿のようにもともとデジタルに移行したいからその準備段階であえてアナログにしているものとあと頭の中のことを書き出すでそもそもデジタルだとやりにくくてアナログでやり続けているもの。 また逆にインスタの投稿作成とかステッカーのデータ作成とかあのデジタルのみを使っている作業があってアナログで使う文房具と同様にデジタルで使うガジェットも私にとってはねどちらも大事な仕事道具です。 というわけで大変前置きが長くなりましたが、そのデジタルの方でもね、いいなと思ったものと出会った時は紹介したいなと思っていて、今日はね、その1本目の動画となります。こちらのね、チャンネルには文房具好きの方が多くたどり着いてくれてると思うので、反応が不安でちょっと前置きが長くなりました。 まずは端末をね、ちょっとさらっと紹介します。もともと iPad Pro を使用していましたが、あの、イラストを描くくらいしかね、あの、使わないので、 ちょっとオーバースペックかなと思っていたのと、どこかに出かけるときはパソコンと iPad Pro を両方私は持ち歩いていて重いなと思っていたので iPad mini 第6世代に買い替えました。2021年に発売されているもので中古でね5万くらいで手に入りました。サイズ感とかね、あの軽さとかすごくいい感じです。 では早速、iPad Mini の第6世代はマグセーフという端末本体裏面にマグネットが入っていないタイプだったので、CanDo でマグネットのシールを購入し貼り付けました。それによりね、世のマグセーフ対応アクセサリーが使えます。マグセーフにつけて使いたいなと思って購入したのがこのバンカーリング。Amazon で2,453円でした。ちなみに100均のマグセーフシールって品質どうなんだろうと思って あの購入前ちょっと不安だったんですけど全然ね全く問題なしでしたしっかり iPad 本体ともくっついてるしマグネットもすごく強力ですでちなみにこの組み合わせは K さんっていうチャンネルのね動画を参考に購入してみましたこんな感じで2段階の調整ができるバンカーリングになっています なぜね、これにしたかというと、iPad で絵を描くときに少し浮かせて高い位置で描きたかったからです。もともとの iPad Pro の方では、モフトフロートスタンドケースっていうものをあの愛用していました。 こんな感じで、あの机よりね、高い位置に画面を持ってくることができて、作業がね、しやすかったんですけども、iPad mini に対応している似たような類似のね、あのケースがなくて、で、そんな時にバンカーリングで代用している動画を見つけて購入。実際はね、こんな感じで画面を浮かすことはできたんですけど、ちょっとね、安定感はないかも。 リング自体が滑りやすいのでテープとか巻けばいい感じになるかなと思ってはいたんですけどそもそもねヒンジが弱くて少し力を入れると動画のようにリングが簡単に収納されてしまうのでこう上からね、圧をかけるような絵を描く目的には向いてなさそう動画を見たりね電子書籍を読む分には使えそうなのでとりあえず使っていきます とはいえ、絵を描くときが困っちゃうので、こちらのスタンドを一っときの間は使おうかなと思います。ハイタイドからガジェットレスト880円。5段階の角度調整ができるのと、裏に滑り止めがついています。フローティングはね、しないんですけど、まあさっきより安定,安定した状態で描き込めます。 このガジェットレストはスマホサイズから B6 の手帳くらいのサイズまでね、使えます。もともとスマホ用として使っていたので、まあ一旦 iPad mini と共にね、あの一緒に使うことにします。引き続き角度調整ができつつ、フローティングしつつ、めっちゃコンパクトなガジェットがないかあの探しているので、もしね、おすすめある方いたらコメントで教えてください。 次はこちら。これをね紹介したくてこの動画を作ったと言っても過言ではありません読み方が分かんないんですけどアハスタイルアップルペンシル第2世代用シリコン保護ケースアマゾンで1300円くらいでした色違いもねたくさんあってめっちゃ悩んだんですけど私はライトブルーを購入しました この消しゴムの下の充電マークと本体にあるペンシルというロゴをね、Apple Pencil の本体の充電側と合わせて装着すれば、このカバーを付けたまま磁石で iPad mini 本体にくっつくし、あのきちんと充電もされます。レビューを読んだ感じ、ほとんどの人が同じように充電できてたんですけど、まれにね、できなかった人もいるみたいなので気をつけてください。薄い色のシリコンカバーなので、すぐに汚れちゃうかなーってちょっとね、心配だったんですけども、 今のとこの先汚れやすいなと思ったらね X とかでポストすると思いますので是非フォローしてお待ちください。 そしてこちらの商品完全に見た目に惚れて購入したので持ち心地とかはね、何もあの考えていなかったんですけどもあの六角形の軸あとシリコンのグリップ感程よい太さになることから結構、ね、筆が安定しますシリコンカバーの分重さが出ちゃうので人によっては扱いにくいと感じる人もねいるかなーっていう感じなんですけど私は、ね、ペン先がこうスルッと滑ることなく狙った線が欠けて相性バッチリのアイテムでした 仕事に役立つ文房具の本が発売されました全国書店 Amazon にてご購入いただけますぜひチェックしてみてね最後に iPad mini 関連ではないんですけどデスクの上のケーブルをいい感じにしてくれるおすすめアイテムも紹介しますかわいいね猫とペンギン裏には切れ込みと磁石が埋め込まれている仕様になっていますこの隙間には iPhone の充電コードを通せますパソコンとかのね太いケーブルはあの挟めませんのでご注意ください こちらはリヒトラブのケーブルホルダーというもので1個605円です。デスクの上や近くの壁に貼り付けたマグネットに貼り付けてケーブルを整理できるアイテムです。程よいマグネットの強さなので取り付けも取り外しもね、スッと簡単にできます。作業机以外にベッドの近くとかでもね、活躍しそうなアイテムですね。 当店では取り扱いがないので概要欄にね他購入サイトのリンクを貼っておきます個人的にケーブルとケーブルホルダーの取り替えも簡単にできるところがすごく気に入っていますがあの動物もねちょっと可愛いんですけどシンプルなお花モチーフとか三角形四角形とかだとより色々な場面で使えて便利そうだなと思いました 最後ままでごご覧いいただきありがとうございますちょっとね今週あの自分のお家の引っ越しとかもあって登校日が結構ずれてしまったんですが来週から元に戻す予定なのでまた見てください。またねー